ペール・イエオリ・シューツの肖像画・シューツの計算機。ペール・イエオリ・シューツは19世紀のスウェーデンの法律家、翻訳家で発明家である。彼の最も有名な先駆的業績はコンピュータ技術分野のものである。ペール・シューツはルンド大学で法律を学び1805年に卒業した。その後彼は政治家、機械工学という畑違いの道に大転換する前に弁護士。 翻訳家として働いていた。手術の発明品として最も有名なのは1837年に発明され1843年に完成した手術の計算機関である。手術が息子のエドバルドと共に制作したこの機械はチャールズ・バベッジの開催機関をもとにしていた。大体ピアノほどの大きさの改良型が1853年に制作され、 続いて1855年にパリで開催された万国博覧会で披露された。その後、1859年にその機械は英国政府へ販売された。手術は1860年にもう一台を製作し、これはアメリカ合衆国へ販売され、対数表の作成に使用された。手術の機械は不完全で完全な表を作成することができなかった。 タメマルティン・ビーベリが基礎から作り直し、1875年に完全な表を印字する小型の装置を製作した。手術は1856年にスウェーデン王立科学アカデミーの会員に選ばれた。ありがとうございます。